バンブーです。今日はシティーズスカイレンズやっていきたいと思います。うん、いいんじゃない。商業のなんか銃伸びてきたしな。商業この内側も作っていくか。混むんだけどね。高密度本当に固めるとやばいよな。もうなんかどうしようもないぐらい車来るもんね。あとは路面電車問題なんだよな。こればっかりはもうなんかもうおかしなことになってるぞ。ここ大丈夫かこれ。ダメでしょうね。まあ、結局は全部ここの交差点が悪いんだよな。信号が近すぎる。多分それでなんかベッてなっちゃってんだよな。であと交差点の近くに駅があるから、ここで止まってる以上次のやつがよし行こうってならないんだよな。信号を減らしたところで渋滞の先延ばしになるだけだから。あ、でもなんかだいぶ落ち着いてきたね。これ400人とかになってきたから、車両の数はまあ減らす必要はないだろうな。っていうか動いてないんだよな。あ駅多すぎる説もあるな。こっちはどうかな。こっちもなんならほぼ死滅してるね。138人はいるけれども、こっち減らしていいな。多分10台で大丈夫。いやー、モノレールにすれば解決するんだろうね。でもこっからモノレールにこう置き換えていくの大変じゃん大変だからさ、なんとかこいつでカバーしていきたいなと思うんだよね。俺まず変えたいのはここの折り口いらないんだよな。ここのせいで混む。もうもはやここもいらない説あるけどな。ここすげえな。ここは必要なんだろうな。あーもうあとこっからはしょうがないが、住宅ゾーンだからな。この辺はないとダメだな。これでよくなるかな。あとはチャリ使う。チャリ環状線作るか。やっぱチャリンコ推奨だからな。この下をうまいこと通してって、あ、これで繋がったかな。あ、よし、いいね。で、この辺からこうよ。これをめちゃくちゃ作っていけばきっと良くなるはず。よいしょ。あ、で、この激混みのところは特にだね。特に必要そうだから、よいしょ、立ち退いてもらってでも作んなきゃダメだ。へいへい、竜巻ね。竜巻はおー地味にやばそう。見とく久しぶりに竜巻見てみるか。なんか大丈夫そうじゃね。そうそう、なんかさ、竜巻ってダムの上こうなんか沿いがちだよね。まあ、結局突破はするんだけど、なんか若干ダムで守られてる感がある。意外とダムは風で壊れるほどやわじゃないんだよね。ただロケットは危ないかもねこれ。あ、母なる海に帰ってったわ。大丈夫。おっとおっと、知らんうちに、あ、また出た、斜めの津波来てたんだ。大丈夫でしょ、これ倒壊しないでしょ。見た目結構気持ち悪いな。えこれなんか外に、あ、繋がってるか、よかったよかった。このなんか十字の線とも繋げた方がいいね。これと円形は繋げよう。いやー、めんどくさくなってきたなモノレールの方が絶対楽だった間違いないかもしれない確かにね。なんか結局めんどくさい道を選んでるよね。まあでもほら、ゲーム実況者としては正しい道なんじゃない確かにめんどくさいんだよな。もう若干心折れてるからね。あ、この辺はまあもう人いないからいいかなと思う。あとは産業と商業につなげる。なんかゴールを俺見定めてなかったな。でも結構使われてねこれ。ほら、割といい道路かもしれない。こっちもこっちで絶対つながった方が楽だね。うん、つながった。いいんじゃない。やっぱ自転車推奨の街だからさ、これぐらいやってあげた方が民から慕われるかもしれない。思ったより効果ありそう。あ、でもなんか鉄道詰まってんなまあここしょうがないか、結構路線来ちゃうもんね。そんな気はしてたけど、まあしょうがないでしょ。これ路面電車もうそろそろ減らして良さそうだな。良くなったでしょだいぶ。ほら300人と400人になった。これちょっとさすがに減らそうぜ。31台はやりすぎでしょ。20台ぐらいでいいんじゃね。こっちにもチャリンコつなげたいんだよな。この商業地区につなげたいね。
ここいいじゃん、ちょうどいいじゃん。よしよしよし、繋がったこれ。あ、繋がったな。お、いいんじゃねこれ。地下開発ゲー。確かにね、高速道路と地下鉄をマジ禁止した意味がなかったね。まあでも普段使ってない公共交通機関使えてよかったんじゃない。路面電車とか 100% 使わんでしょ。あとバスも正直いらないと思うしな。バスって今使われてるのか。あ、でも807人お客さんいるね。てかこんなに路線あるんだ。それに驚きだ。あ、でもなんかいい感じじゃない。ここ頭おかしいぞ。これ全体的に頭おかしいぞ。このオレンジ路線、オレンジじゃないや、紫路線。これは何者、何これ。何に利用されてるんだこれは。あ、なんか産業を通って買い物行って帰ってこようっていう路線か。なんか思い出した思い出した、そんなことやったな。こりゃ本島の交通もやり直しも必要かもしれないな。バスの本数増やすか、増やすっていうか減らして増やすか。この外役路線は消して、これは、あ、これは意外とうまく回ってる路線でしょ。これもうまく回ってる路線でしょ。これ台数多すぎ路線だな。15台はいらなくね。8台でいい。これも13台もいらなくね。10台で良さそうだな。で、さっき見て分かったのが、なんかこの辺のお客さんをこっちに連れてってる路線だったから、だから2つか3つに分けた方がいいんだろうな。こっからスタートしてこの辺通って、で買い物をして帰るだけ。そうそう、こういう路線を増やしていけばいいんだよ。でこっちもそう、この辺通って、でこの人たちはこっち側に買い物に行って、この辺も降りて、でお家に帰る。でここら辺の家の人たちはまあこの辺で買い物をして帰ってくると。こんなんでいいんだよ。これで人一箇所に集まらないでこう分散されると思うんだよね。でバスも一周が短くなるから回転が速くなるはず。あ、なんか産業すげえ需要伸びてるね。普通にオフィスだな。うん、いいか。まあなんとなくこれじゃ足りなさそうな気もするけどな。どうせ伸びるしこっちも道作っとくか。うん、あ、ちょっとこっちね。まあこんな感じかな、まずは。とりあえずはあとここつなげとくか一応。で水通しておいて、ね、観測部いらないよね。一回撤去する。でもさ、観測部位がもうすでにどこにあるか分かんなくなっちゃってんだよね。観測部位こうやってやれば見つかるんじゃね。多分この辺に置いてあると思うんだけどね、ないんだよね。あとこの辺か。あ、一個見つけた。また変なとこ置いてあるな、これ消しに行く。いや、触れないんですが。あ、消せた消せた、いいね。あとは、あ、いたいたいた、2ついる2ついる。これでしょ。そう、これがうるさいんだよね。もうないか。あ、いるな、まだいる。はい、これで全部かな。いやー、いるな。そう、もう島自身が警報発令するだけでもうこと足りるよね。あとここか。これなんで2つ並んでんの。押せない、なんだこれ、微妙な当たり判定だ。うん、いいんじゃね。なんかこっち側にも俺1箇所ぐらいあったような気するんだけど、なんだこれ、隕石落ちたのか。なんか1箇所ぐらいここあったような気するけど、なんかまあないからないんでしょう。オッケー、ほら出たよ。今日はシュノーケルなしで出勤できないね。生活の知恵だよね。いや、君んところは大丈夫だね。シュノーケルつけていったら逆に怪しまれるぞ。ん ?10? お、1.0 だよ、1.0。 10じゃない、1.0。 さあどこだ。おー、かするね。まあこの隕石はちょっと時間止めないかな、この隕石は。というところで最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。
あとツイッターの URL が概要欄に貼ってありますので、ぜひフォローお願いします。